けではなくて、他のさまざまな分野への応用も期待されてるんですよね。はい、例えば医療の分野ですね、小さな血管や組織などを細密に移すことができれば、さまざまな医療技術の発展が期待されます。昨年、肝臓がん手術の資料映像がスーパーヘビジョンで撮影されております。さて、 NHK 放送技術研究所の技術開発にはもう一つ大きな柱があります。それは人に優しい放送技術の開発です。どうも。字幕より手話の方が理解しやすいという人のために開発した手話 CG です。日本語から手話への翻訳辞典を作り、手話を3次元の動きのデータとして保存しています。